霧島カレンの顔にわざとストッキングをかぶせ、美に対する一般的な捉え方に揺さぶりをかけた。さらにカラードビューティーではモデルの顔と体を極彩色に塗りつぶし、肌の色に対して我々が無意識のうちに持つ美の基準の危うさを訴えかけた。写真というのは真実を写すっていうふうにみんな受け取りがちなんですけれども、まあ、確かにないものは写んないんですよね。だから綺麗なものを撮ったから綺麗な写真になるんじゃなくて、その綺麗なものから感銘を受けたりインスパイアされたとしたら、それを今度は別な形で見せていくっていうのが写真だと思いますね。そんな伊島のコンセプトをさらに過激に表現したのが、現在取り組んでいる連続女優殺人事件、死体のある風景。タブーに挑戦したショッキングな作品だが、実はこれもファッション写真。それだけにメイクはもちろん、モデルの小島が身につけている幼児山本の衣装など、伊島はディティールにも完璧を期す。しかしモデルによって殺害現場が毎回異なるため、美しい死体が必ずしも美しい場所で撮影されるとは限らない。ああいう感じでは死にたくないですけどね。絶対になんかね、おい死のある旅館のみに死んでたよって間抜けなことで終わっちゃうじゃないですか。だって作り物だからああいうふうにやったって、普段できないことをちょっとやってみようみたいな感じで、なんでこういうふうに死んでるんだろうみたいな感じを思わせ、推測させられちゃうみたいな感じをちょっと思わせたかったんで、なんか意味不明な感じのところで意味不明な死に方をしたかったっていう。余裕のイマジネーションと伊島のコンセプトによって生まれた美しい死体。伊島は人々の持つ美の基準の曖昧さを破壊し、究極の美とは何かを写真で追求し続けているのである。巨大なパネルがありますけれども、はい、この作品の作者、はい、写真家の伊島馨さんにお越しいただきました。なんかもったいないな、うん、裸にできたらもっと全然いいのにね。もっとモデルが嫌だったんでしょ、これ。いや、一応ファッション写真ですから。あ、そうだ。俺は絶対これだったらね、はい、青向けにしてね、明かりのやや下ぐらいにね、青向けに浮かばせるね。なんでこうファッション写真がこう死体に行き着いたんですか。まあ、ファッション写真っていうのは今こうやってみんな誰撮っても洋服着てるわけだから、まあどんな写真でもファッション写真になりうるわけですよね。ただ例えば今田さんが今からパッと外に出て、出た瞬間に車にバーンと引かれて死んだとしますよね。嫌なこと言いますね。まあでもその現場もね、モデルになってもおかしくないんじゃないかと。服を着てる限りはってことですか。あれ後ろは誰ですか。分からないと思うんですけど、それぞれ、こちら真ん中が酒井真希さんですね。酒井真希さん、これは笑いましたね。なんで笑うんですか。パンチキしてますね。でもなんかこうギリギリのところですよね。死んでる姿とかってこうすごくシリアスか、ちょっとなんかあれっていうものを感じてしまった。これでもようずり落ちませんね。こうやって見るとすごい急な崖なんですけど、ちょうどあそこのとこくぼんでて、こうちょうど乗っかるんですよ、こう背中が。綺麗に。あっちの足がしっかり岩を押さえてる。細かいことを言うな。いや、これ本当はこうやって立ってるやつひっくり返したんですよ。違う違う、水が流れてるじゃないですか。そうですよ。水をどうするんですか。今知恵じゃないですか。無理や無理や。こっち、これは俺好きなんだな、これ、これいいですね。いいですよね、これ結構衝撃的な。これいいよね。こちらの方が富田靖子さんです。よく考えたら誰でもいいって感じ。死体にすることでね、その被写体の身体性っていうのがすごい強調されますよね。死体って重いんですよ。山田さんはね、死体を5人ぐらい捨てに行った。いやいや、重いのよ、捕まえなあかんかな。淀川っていうところが大阪にあるんですけど、私その川っぺりの高校に行ってたんですよ。それで隠れてタバコ吸ってたら、プカ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 流れてきちゃって、それでこっちもプカプカ、こっちもプカプカ。で周りにいた親父たちが、兄ちゃんあげたでやって、あげたらなんか動物大変ぞとか言われて、でしょうがなくジャバジャバ入って、なんとも言えないこう重さ、こう抵抗感っていうか存在感っていうか、
結構やっぱりそれ命がなくなることによって逆にその人間の体っていうものが持ってる物理的な存在感みたいなのがね、すごい経験ですね。これとかねすごいその感じが出てるの、石間さんもへーっておっしゃってますけどね。じゃあこちらのじゃあ写真に行ってみましょうか、はい、こちらのモデルさんはですね、はい、篠原涼子さん。え、そうですね、ですよね。これはどこですか、ね、これは透明の便所が、これ便所だな、そうですね、サービスエリアのトイレ、トイレ、男便所じゃないですか、そうですね、時間残ってますね、それこれはバラマイタの、これ甘納豆か、これは一応薬ということなんですけどね、なるほど。これ持ってるのはこれ何なんですか、これ。さっきのあの先生、さっきのお医者さん。違うカメラですか。違います。そんなもん繋がれへん。太鼓カメラ。なんでこんなところでインカカメラ持ってなあかんねん。太鼓カメラで映してたの。違う違う、ほんまやカメラみたいや。何やこれ。出ますよ、作った人が。バックか。バックですね。さ、あの先ほど小島ひじりさんを、はい、撮ってらっしゃいましたけど、小島さんの写真はどちらですか、これですね、これ一番広いなんてもうほとんど分かりませんけど、ちょっと見えてるやつ持ってきてくださいよ。いや一応これまだ雑誌未発表なんで、ああ今日はとりあえずここまでというか、あまり見せられない、ちゃんとアップもあるんですけどね。こちらに2冊の写真集、これがまあその死体の写真集なんですけど、写真集ですね。アリゾナゴロという名前でこちら写真集出してらっしゃるんですけど、石間さん、なんで坂田さんの相棒前田五郎さんじゃないですか。なんでアリゾナ五郎なんですか。いや最初女優さんの写真集っていうのをずっと僕撮ってなかったんですけども、 そうなんだ、ある時頼まれて、まあ、今までそういうの断ってたんでね、うん、今まで断った人にやっぱり申し訳ないなと思って、うん、それで名前を、違う名前でやらせてもらうっていうことを条件に、まあ、やったのが始まりなんですけど、でもバレバレでしたよね。バレバレですよね。そうでした。簡単に言えばお金に ならないものは一生懸命の名前でやってるっていうような、わかりやすくね、まだその死体シリーズってっていうのはずっと撮り続けて行くつもりなんですけどね、ずっとこれ連載してた、ジャップっていう雑誌が、出版社が倒産してしまいまして、ほら不景気で、まあ、この写真集もそうなんですけどね、はいはいはい、これもこの間出たばっかりなんですけど、倒産してしまいまして、まだ印税も入ってないって。マジっすか。これは結構貴重だな、貴重ですね、貴重です ね、 ね、じゃあなんとか違う形で続けていったりとかできるんですか。雑誌の方はですね、だからまあなんとか自力で出す方法とか、行きましょうよ、ホットドッグプレスあるじゃないですか。編集長この企画行きましょうよ。行きましょうよ。マリオちゃんはどう、今度やります、やりたいですね、死にしたい。こんなでかいナース加えてケツに切るじゃん。面白いな。なんで串刺しですか。そりゃ顔で5秒に売れるでケツにキュウリでしょ。ケツにキュウリか。ケツにキュウリ口にナース。どう、なんてこと言うの。もう八百屋の娘殺人事件。もう絶対取っても教えてやらない。ですよね。これはどこですか。ね、これは透明の便所が、便所だな。そうですね。サービスエリア、サービスエリアのトイレ。男便所じゃないですか。そうですね。時間残ってますね、それ。これなんかバラマイタの。これ甘納豆か、これ。これは一応薬ということなんですけどね。ああ、なるほど。これ持ってるのはこれ何なんですか。それはね、先生、さっきのお医者さん。違うカメラですか。違います。インカカメラ。そんなもん繋がれへん。太鼓カメラ。なんでこんなところでインカカメラ持ってなあかんねん。太鼓カメラで映してたの。違う違う、ほんまやカメラみたいや。何やこれ。出ますよ、作った人が。バックか。バックですね。さ、先ほど小島ひじりさんを、撮ってらっしゃいましたけど、小島さんの写真はどちらですか。これですね、これ一番広いなんてもうほとんど分かりませんけど。ちょっと見えてるやつ持ってきてくださいよ。いや一応これまだ雑誌未発表なんで、ああ今日はとりあえずここまでというか、あまり見せられない、ちゃんとアップもあるんですけどね。楽しみに。こちらに2冊の写真集、これがまあその死体の写真集なんですけど、写真集ですね。アリゾナゴロという名前でこちら写真集出してらっしゃるんですけど、江島さん、なんで坂田さんの相棒前田ゴロさんじゃないですか。なんでアリゾナゴロ。絶対になんかね、おい篠原涼子あんなふうに死んでたよって間抜けなことで終わっちゃうじゃないですか。だって作り物だからあんなふうにやったって、だから普段できないことをちょっとやってみようみたいな感じで、なんでこういうふうに死んでるんだろうみたいな感じを思わせ、推測させられちゃうみたいな感じをちょっと思わせたかったんで、
なんかあの意味不明な感じのところで意味不明な死に方をしたかったっていう。余裕のイマジネーションと井島のコンセプトによって生まれた美しい死体。井島は人々の持つ美の基準の曖昧さを破壊し、究極の美とは何かを写真で追求し続けているのである。巨大なパネルがありますけれども、はい、この作品の作者、はい、写真家の井島かおるさんにお越しいただきました。なんかもったいないな、うん、裸にできたらもっと全然いいのにね。どうせモデルが嫌だったんでしょ、これ。いや、一応ファッション写真ですから。あ、そう。俺は絶対これだったらね、はい、青向いてね、あの明かりのやや下。霧島カレンの顔にわざとストッキングをかぶせ、美に対する一般的な捉え方に揺さぶりをかけた。さらにカラードビューティーではモデルの顔と体を極彩色に塗りつぶし、肌の色に対して我々が無意識のうちに持つ美の基準の危うさを訴えかけた。写真というのは真実を写すっていうふうにみんな受け取りがちなんですけれども、まあ、確かにないものは写んないんですよね。だから綺麗なものを撮ったから綺麗な写真になるんじゃなくて、その綺麗なものから感銘を受けたりインスパイアされたとしたら、それを今度は別な形で見せていくっていうのが写真だと思いますね。そんな井島のコンセプトをさらに過激に表現したのが、現在取り組んでいる連続女優殺人事件、死体のある風景。タブーに挑戦したショッキングな作品だが、実はこれもファッション写真。それだけにメイクはもちろん、モデルの小島が身につけている幼児山本の衣装など、井島はディティールにも完璧を期す。しかしモデルによって殺害現場が毎回異なるため、美しい死体が必ずしも美しい場所で撮影されるとは限らない。ああいう感じでは死にたくないですけどね。ぐらいにね、仰向けに浮かばせるね。なんでこうファッション写真がこう死体に行き着いたんですか。まあ、ファッション写真っていうのは今こうやってみんな誰撮っても洋服着てるわけだから、はい、まあどんな写真でもファッション写真になりうるわけですよね、はい、ただ例えば今田さんが今からパッと外に出て、はい、出た瞬間に車にバーンと引かれて、はい、死んだとしますよね。嫌なこと言いますね。はい、まあ、でもその、現場もね、はい、モデルになってもおかしくないんじゃないかと。服を着てる限りはっていうことですか。あれ後ろは誰ですか。分からないと思うんですけど、それぞれ、はい、こちら真ん中が坂井真紀さんですね。坂井真紀さん、これは笑いましたね。なんで笑うんですか。パンチキしてますね。でもなんかこうギリギリのところですよね。死んでる姿とかってこう、すごくシリアスか、ちょっとなんかあれっていうものを感じてしまった。これでもようずり落ちませんね。こうやって見るとすごい急な崖なんですけど、ちょうどあそこのとこくぼんでて、こうちょうど乗っかるんですよ、こう背中が綺麗に。あっちの足がしっかり岩を押さえてる。おい、細かいことを言うな。いや、これ本当はこうやって立ってるやつひっくり返したんですよ。違う水が流れてるじゃないですか。そうですよ。水をどうするんですか。マシエじゃないですから。無理や。こっちこれは、これは俺好きなんだな、これ、これいいですね。いいですよね、これ結構衝撃的な。これいいよね。こちらの方が富田靖子さんです。よく考えたら誰でもいいって感じ。死体にすることでね、その被写体の身体性っていうのがすごい強調されますよね。うんうん、あの死体って重いんですよ。山田さんはね、死体を5人ぐらい捨てに行った。いやいや、重いのよく捨てに。捕まえなあかんかな。淀川っていうところが大阪にあるんですけど、私その川辺りの高校に行ってたんですよ、はいはい、それで隠れてタバコ吸ってたら、はい、プカ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 流れてきちゃって、それでこっちもプカプカこっちもプカプカで、周りにいた親父たちが、はい、兄ちゃんあげたでやって、あげたらガチョウって言われて、でしょうがなくジャバジャバ入って、なんとも言えないこう重さ、こう抵抗感というか存在感というか、結構やっぱりそれ命がなくなることによって、逆にその人間の体っていうものが持ってる物理的な存在感みたいなのがね、すごい経験ですね。これとかね、すごいその感じが出てるの。伊島さんもへーっておっしゃってますけどね。じゃあこちらの、じゃあ写真に行ってみましょうか、はい、こちらのモデルさんはですね、はい、篠原涼子さん。え、そうです。